おはようございます。やばい。おはようございます。なんか昨日ね、本当は夜配信しようと思ってたんですけど、気づいたら寝ちゃってて、起きた3時ぐらいに起きて、今日おはようございます。そう、全然メール送ってないやと思って、そう、久々の朝配信ですね。ちょっと変えますなんかめっちゃベッド映ってた。さすがにこれはいかん。いやー、かわいい人ありがとう。兄さんありがとう。おはよう。怖っ。おはよう。前髪がまだ、あら、いやー、ぐちゃぐちゃだ。最近ね、ヘアアイロンが壊れてて、なんか光がなんか眩しい。ココナッツさん、ハートありがとう。前髪配信珍しいでしょ。あ、ちょっと、うわ、ラーメン食べたい。昨日ね、あ、違う、アイロンをね、買い替えたんですよ、実はこの昨日アクセサリーつけたまま寝てた。よ、買い替えた、買ってきたよ。で、昨日の購入品紹介して知ってなくてさ、じゃじゃん、ちょっと眉毛がやばい。なんかサロニアを買いました。こっちか。眉毛困ってる確かに昨日寝落ちしてたの。サロニアを買ったのそう、白を買いました。サロニアの白を。なんかいつもね、小学校から使ってた電気用品ってどうやって捨てたらいいんだろう。ね、いいよね。で、あとね、コースターを買いました。ちょっと待ってね。かわいくない、このコースター鏡になってるの。で、さっきまで飲んでたシャレなるほどね、可燃ゴミになるのかな。かわいい。今日も暑くて、今日セミめっちゃ、いや、なんかさ、わかんないけど、あとは化粧水、なんか本当はアルビオンのね、化粧水いつも使ってるんですけど、なんか切れちゃって、もうなんかもうアルビオン高いし、なんかいいやと思って別のを買いました。こちら、ダダダン。でも高かったな、思った以上に。うわ、それは高いわ。600円ぐらいかなと思ってこれ買ったんですよ。だから1700円とかする。2000円するじゃん、この薬用。 STU と関係ないルームで今、今泉さんの名前が
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、怖い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 、何見開いてる、間違ってめっちゃ高い高いやつ買っちゃった、どういうことめっちゃどういうことそう、おしまゆこさんさっき見たよじゃあこれは水で薄めて使います、2000円もするので皆さん無印使ってみてくださいいや本当にセミ元気、窓開けたらめっちゃ聞こえるよ、活発だから。あ、ちょっとね、めっちゃ今日もう、ね、夜使おうと思ったら爆睡しちゃってた、白くなっちゃおう、これで本当に白くなるのかなっていう不安しかないですか、使ってみましょう。確かに6時なのに、でなんか最近はこれをね使うか使わないかめっちゃ悩んでるそう、これは無印、これめっちゃ使うか使わないかめっちゃ悩んでる、出勤もあるんだけど、なんかでテレビ見てるんだけど、最近よくテレビのねなんか横に、あ、はなちゃんおはよう今日のおはよう、え、確かに撮ろう、昨日もめっちゃ寝ちゃってたからさ、そう、めっちゃ寝ちゃってた、あ、やばっと思って起きたら3時だった昨日レッスンの後に結構3時間ぐらい自主練してちょっとなんか買いに行きたかったから、なんかヘアアイロンを買いに行ったら化粧水も買っちゃって、コースターも買ってスタバ飲んで帰ってきたそう、そうで、ショールームしなきゃと思って起きたら、なんかさ、ピクトグラムってなんだ、いやなんか昨日から毎日配信、いやなんか気づいた方はいるかもわかんないけど、3日前から毎日配信目指してたのに気づいたらさ昨日寝ててもう外役だと思って、悲しかったです私は。なんかさすがにノーメイクはダメかなと思って眉毛だけ描いたんですけど。おはよう。まだ始めよう。じゃあ今日から始めます。朝配信珍しいですね。だからこれを使うか使わないかめっちゃ迷ってるんだよね。どういうこと？使って今日じゃあ朝風呂で使いますね本当は昨日の夜ね、あのショールームするつもりだったんですけど、気づいたら寝てちゃった昨日の夜ご飯はなんか最近も自炊も何もしてないのでしなきゃって思うけどフライパンがないので、あの昨日は久々に丸美食堂を食べに行きました、一人で。見れやすいですか何がとか言ってこんな感じ、そう
そうで、モブサイコ見てました。ずっと。唐揚げ食べました。でもなんか本当はラーメンか丸美食堂か迷って、でもラーメンだと980円、デコ広い、980円するのさ生と、なんかラーメンだと900円するじゃん。でもなんか丸美だと500円、700円とかで終わるから、なんかさ定期便、なんかお弁当の定期便を頼もうかめっちゃ悩んでるんだけど、そう、なんか定期便頼んでる人いますか、この中に。こうデコをなるべく隠す。一人暮らしで、900円のラーメン、嘘、そうなんよ、高いよ、一蘭とか。なんか受け取って冷凍するんだけど、なんかそれをめっちゃ取ろうか迷ってて、そしたらさなんか変なもの食べなくても済むしさ、耳めっちゃ赤い、最近なんかめっちゃ耳が赤くなる。自炊する気？いや、ないんじゃなくてフライパンがないんだよみんな知ってるでしょ、なんか何の、ちょっとだからぜひ9月12日昇格してプレゼント送れるようになったらフライパンください。あ、前髪が変、ないない方がいい。おすすめのフライパンだらけ。え、待って待って、なんかさあれがいい、なんかさこんなずうずうしい、なんかフライパンさ、あのさ、あのさつかないフライパンがいてそう、あのなんかトゥルトゥルになる、なんかトゥルトゥルになるやつが欲しいです。なんか卵とかもしてもさつかないみたいな、なんかいっぱい来そうだな、いっぱい来るのかな。そう、ダイヤモンドコーティングみたいな、テフロン、テフロン加工って言うんだ、それが欲しいですあとなんか普通にねスポンジも欲しいです、食器洗う食器洗うスポンジが欲しいなんか食器洗うさ、テツさんは一人暮らしなのかな、変えたらいいんですけどね。そうなんだ。高い。高い。なんか今日さ、めっちゃ怖い夢見て起きたの、3時ぐらいに。なんかさ、おはよう。なんか、ミニの道を。え、でも服も欲しい。めっちゃ服欲しい。欲しいものリサーチ、え、服欲しいあ、靴が欲しい、本当に靴がないの。ジョギング行ってき、あ、行ってらっしゃい そう、サンダルはある、コーラのサンダルがあります、私の家には。アイリスオーヤマ見てみるよね。あと食器も欲しいです。あ、鍋とかも欲しい。ガスコンロのさ、ガス抜きってもらえるの？ガス管内バージョンみたいな。
サンダルあります。扇風機、送風機、ニトリ、確かに。でもなんかニトリ、あ、確かにすげえ家庭的だな、確かに。いやなんか鍋、なんか冬とか結構鍋食べるんですけど、あのキッチンでしかさ、あのコンロがないからさ、普通にこのリビングでさ鍋をしたいけどさ、冷えちゃうじゃん、一人だしってなる。そうそう、もう冬が来るね、怖っ。もうそんな時期だよ、もう冬来ちゃう、早いね。そう、眠すぎる、確かに。でも昨日めっちゃ早く寝たからさ、眠くないんだよね。昨日何時に寝たんだろう、帰ってきたのが19時からまで自主練してたから、いつまで寝てたんだろう、わかんない。ということで終わりましょうか。ということでとか言って、いやもう冬だよ、もうだってもう多分あと何回か寝たらまで。逆にミリのお家には、ミンのお家には別に見る限り何もないです。何もないんです、何もない。何もないです。じゃあこの配信終わったらクーラー消して遊ぶ環境をして掃除機かけますわ、朝っぱらから。でちょっと散歩してカフェ行こうかな。めっちゃ充実しとる。みんの部屋来ないでください。来ないでくださいって面白い。散歩いいね。コーヒー飲めなくて、でも高校の時さみんなコーヒー飲んでてさ、なんかかっこいいじゃん、コーヒー飲んでる人見るとさ。みーもさ高校の時コーヒー飲めるようになろうと思ってさ、めっちゃ微糖のやつ飲んでた、ずっと。でも普通にまあ好んでね。コーヒーは飲まないです、かっこつけては飲むけど、飲んであコーヒー買おうとはならないです。ブラックコーヒーね、みーも高校の時よく缶のコーヒー飲んでた。飲めんのに見え張って飲んでた。おはみりやおはよう、リンゴレーンに並んでたね。じゃあ並べイベント、うん、参加するよ。頑張ります。頑張るね。夏って痩せる、え、みーニートだ、ニートじゃなかった、家から出ないから別に。そうだから皆さんも頑張って並べてください。
目を並べるから。じゃあ。頑張って。いや、みんなも頑張って。みんなも頑張ってね。あ、なんかちょっと鶏肉食べたくなったので終わります。 めっちゃ鶏肉食べたい。今日はなんか鶏肉を食べましょう。じゃあ今日みんなお昼ご飯は鶏肉食べてね。写真送ってね、鶏肉の。そう、チキン食べてください。ミニ写真送ってね。またね、バイバイ。バイバーイ。